ですね、うちら紫スポーツライダーがなんと紫スポーツの新店舗ができたということで、はい、噂を駆けつけ、鍵つけやってきました。こちら紫スポーツイオン白山店です。今日はふーちゃんとこの秋のねトレンドとかいろいろどんなものが置いてるのかを潜入取材したいと思います。潜入あれ早っ。種類がねいっぱいあるから結構お店でサイズしっかり調整して見てみてください。はい。てか靴のさ種類がやばいね。やっと盛り上がった。すごい。あおりちゃん、あおりちゃんファンです。え、炭治郎、かわいい、炭治郎見たよね、すごい。え、すごい。これやっぱさ、子供たちもさ、スケート始めてる人が多いんじゃない？めっちゃかわいい、こら。スノーボード置いてます。あ、こんにちは。スノーボードよかったら見ててください。あれ、あ、店員さん、あ、違うんですよ。スノーボード大好きですよ。え、もう何、完全に冬ですね。かわいいね、今なんかさ、かいい見て、なんか写真、インスタみたい。結構なんかさ、アイボリーのカラーってさ、最近流行ってるよね。流行ってる。黒とかピンクとかじゃなくて、こう結構やっぱそうだね、白が混ざった色、うん、結構ステッカーとかビンディングのカラーで遊べるので、おすすめです。おすすめです。ボアのブッチ、もううちらそれもう4年ぐらい前から言ってますよね。脱ぎ履きが楽なボア、おすすめです。そう、あとこういうクイックシューって言って、紐をこうやってよいしょよいしょって巻かなくてもこう引き上げてキュッて締めるパターンもあるんで、これはですね、村ちゃん、昔の村ちゃんでブーツのこと詳しく説明してるので、概要欄からブーツのこと種類とかね、やり方見てみてください。グローブね、最近ゴアテックスも出てるよね。ゴアテックス、でもそれでもそんなことはないんですけどね、それでもどうしてもね、寒い時、さっちゃんはどうやって温めるんですか？暑い暑いと思うんですよ。なんかめっちゃ冷たいもの触った時とか、めっちゃ熱いもの触った時って意外となんか冷たいと熱いが逆になる時ってあるんですよね。今これ暑いからこんなキンキンしてるんやって思い込ます。そしたら本当に私は暑い。すごくない？私さっちゃんからそれ教えてもらって何回も足とかさあるじゃん。本当に寒い時、うん、暑い暑いと思ったんだけど、私はね、うん、1回も暑くなったことなかった。かわいい、なんかかわいい。人気のアナラック、かぶるタイプってどうなの？かぶれにくいとか、ファンデーション大丈夫とかあるけど、ね、どんな感じですか？こうファスナーがついてるの、ここにね、こうビヨーンってここまでの。かぶるのもすごい楽だし、こうかぶるタイプって何がいいかって、このさ、私ここのさ、ドライボンポケットがめっちゃ好きで、こうめちゃくちゃね、いっぱい入るので、左右からも入れて、そう、だからなんかこう、キーケース、携帯、私だったらカメラとか入れて、なんかね、ここにね、たまるとさ、こうなんていうのかな、お腹のちょうどちょっとへっこんでるところにたまってくれて、そうそうそう、なんかシルエットとか変なところにこう止まんないから、すごいね、快適にね、滑れる。あ、なんかあるね、こういうタイプ。あ、可愛いね。可愛い。昔っぽい感じが流行ってるね。そうそう、レトロな感じが流行ってる。見て、なんか街っぽくない？もう雪山だけじゃないね、やっぱり。そう、意外となんかウェアって冬場の普段着になるよね。なるなる。こちら結構そのままジャンパーとしてというか。ジャンパーなんていうの？上のアウター？アウターとして使います。使ってます。やっぱこのさ、アイボリーカラーね。そうね。このね、また白が混ざったような色ね。うん、なんか真っ白じゃなくてこういう方がまあ汚れは目立たないかもね。確かに。これさ、すごくない？弾く撥水パーカープラスここ、多分耳にかけれるんだわ、マスクみたいに。うわ、すごいこれ。あ、何ですかさっちゃん、それ？これゴーグルカバーです。ゴーグルカバーです。そう、レンズくっつかないように袋に入れるタイプもあるけど、レンズのとこだけカポってはめられるので、皆さんここ意外とゴーグルのここに雪が積もってると曇りやすいんですよね、レンズで。ここに積もったらみんな剥ぎたくなるんだけど、そう、それ我慢して、はい、じゃダメなんよ。はい、我慢してください。我慢してください。これはレストランとかでボーってこうあったかいの出てるとこにちょっとね、話しながら溶かして、自然に溶かすのがやっぱ一番いいですね。これね、無理やり剥がすと中のスポンジまで剥がれて、剥がれてもう使えなくなっちゃう。もうこう散々こう雪が積もって使えなくなりますので、はい、結構ゴーグルって
本当に顔が印象変わるから、自分に合ったゴーグルを探すのがすごく重要です。皆さん気をつけて、ゴーグルって中にもねこういうテープ貼ってあって、結構ねこれ貼ったまま滑ってる人いて、あーなんか今日も見づらかったなと思うんですけど、そういう人これ見ると新品のままこれ履いてない人いるので、たまに皆さん履くように。マスクしてるとよくわかんないんだけど、私はねエレクトリックのクリーブランドっていうモデルを使ってます。私このオークリのラインってモデルです。結構ね全部対応してるゴーグルのレンズもあるので、そうです、まあ、この辺もわかりやすくねこういうとこで表記してくれてるので、どっちに向いてるよとか。確かに各モデルにあると思う。ほら調光レンズ、天気によってレンズの色が変わる。だから1枚でどんな天気も対応できる、うん、レンズをこう変えなくていいんですよ、うんうん、店長さんがいるので突撃インタビューしたいと思います。あの中塚さんはね、まあ、見かけから結構いかついんですけどマジで山好き、山も海もめっちゃやってる人なので、結構ガチな店長さんの横乗りガチ。今接客中なので、どんな感じで接客してるの。ヒゲが特徴ですね。キャスケットとヒゲがあれですね、店長のトレードマークかな。ファッションのポイントってないですか。どうですか。この裾じゃないですか。このさ、隙間って結構大事だよね。確かに一気にロールアップですね。ロールアップデニム、はい、自分で何回か折ってるんですかね。いや、あれ あのままで売ってるのかな。多分折ってますよね、自分でやってるでしょう。ロールアップデニムにこう黒で、でもマスクは白こうね、差し色入れて、マスクラに抜けたけど、足首に抜け感を作ってますね。そうですね、いい足首してますね。店長さん大丈夫そうなので行きますか。店長、店長、今日の中塚店長です。今日のファッションのポイントからお願いします。今日のファッションは黒で統一しました。これは最初こうですね、自分でロールアップしてる。これ自分でロールアップしてる。めっちゃ恥ずかしいじゃないですか。中塚店長にまず私から質問したいと思います。いつオープンしたんですか。今年の7月の中旬。おお、うん、まだできてる。できてる。3ヶ月ちょっと。特にどんなお客さんというか、あのお客さんと来られます。なんかこう地元の石川はもちろんなんですけど、意外と福井とか、あと富山、まあ、あの高速のインターが近いんで、うん、は結構来てます。サーフィンと、まあ、スノーボードとかスケートとか、まあ、品揃えすごいですけど、あのどれが一番売れてるとか暑いとかありますか。今は、はい、やっぱあのオリンピックでスケートがすごかったんで、まあ、スケートボードが売れてるんですけど、でもスノーボードすごい、あのこの1ヶ月ぐらいに入荷してすげえ売れてます。見に来てくれてます。素晴らしい。え、はい、あのちなみになんですけど、はいはい、全員友達ですか。全員友達じゃないです。スノーのライダーは結構会ったことあるんですけど、ここに乗ってないんです。はい、はい、教えてください。私とふーちゃん、ね、どこあるんかな。今日多分シャメで撮られてこないね。探してたけど、プリクラで。タイトル撮りますか。すごい焼けてるんですけど、はい、何焼けでしょうか。サーフィンです。あ、海が近いんで。海までどのぐらいですか。海は店から15分ぐらい、一番近いポイントで5分か10分ぐらい。あともう一つ、あの私のインスタの DM で質問があったんですけど、はいはいはい、どうやったら紫スポーツで働けますかという。働きたい子いるんです。あ、もうあのすぐ電話してもらえれば。へえ。すぐ面接します。お店に、うん、お店に働きたいあなた、はい、ぜひ概要欄に電話番号を載せておくので。ちなみに面接ではどこ見ますか。確かに横乗り好きかどうかは絶対聞きます。サーフィンとかスノーボードとか、うんうん、スケートボード好きかどうかは絶対聞きます。でもやってなくて、うん、あ、うまい、うん、でもやってなくてもこれからやりたいっていう人も全然来てもらって。あ、そうです。ありがとうございます、はい、ということで、あのお店に来た際は中塚店長を訪れてみてください。中塚店長の次は、はい、素敵な女子スタッフがなんかこうちょっとね、うちらの突撃インタビューに答えてくれるそうなので、はい、お呼びしました。お願いします。親方なんで親方って言われてるんですか。正式な理由はわからないんですけど。わからないんだ。お前今日から親方なの一言だけいただきました。紫スポーツで板とかね購入していただいたりすると男の特典が結構豊富 で、ね、それはもうね親方にしっかり皆さんのためになることなので言ってもらおうかなと思います。今期間限定でスノーボードの下取りキャンペーンっていうのを下取りキャンペーンやってまして、通常
棒だったら5万5000円以上税込みの、スノーボードの板が1年以内だと、2万円のお値引きでっていう感じなんですけど、今月いっぱいまでは2万5000円にお値引きでアップしてるので、じゃあ去年紫で買った板を出すと、はい、そうです、と今期新しく買うときに2万5000円引きになる、はい、そうです、やばっ、まあ、すごい、気になる板があれば、そうですね、手放してもいいんだったら、はい、2万5000円で売って、それを今年の新しい板に当てる、資金にしていただければ。それ下取りの板ってどういうものでもいいんですか？というものでも、え、うちでご購入していただいた板なら、はい、まあ、どこの店舗でも、どこの店舗でもです。すごい、あとは、うちでご購入していただいたスノーボードの板なら、うん、ベースワックスの方を永久無料でこちらでかけさせていただくので、はい、永久無料ってめっちゃすごくないですか？そうですね、一生一生絶対ある？絶対ワックス道具いらないじゃん。いらないです。こっち持ってきてもらえれば全部メンテナンスするんで。嫌な顔されない？いや、もう喜んで。え、うわ、また今日も来たわ。今日、昨日もかけたじゃんみたいな感じはなんない？いや、もう毎日来ていただければ。すごい。それって、例えば紫スポット他の店舗でもやってもらえる？あ、そうですね、全国どこでも。これは大ごと。え、でも、はい、紫、これ紫で買ったんですよって言って、うん、来たらさ、お客さんを信じるしかないってこと？一応、シールを、あ、シールがあるんですね、はい、貼らせていただいているので、ね、紫で買ったら、そういうシールをワックスしますよ、シール、そうですよ、黒いこういうちょっとちっちゃめのシールを貼らせていただくので、はいはい、それを剥がさずにそのまま持ってきていただければ。紫スポーツの公式のポイントアプリがあるんですけど、はい、うんうん、今月中ポイントが8倍です。8倍？ 8 倍です。10月中なら8倍、すごい。8倍？ 8 倍です。すごくない？それって1万円のもの買ったら1000円、100円で1ポイントなんで、はい、1000円の買ったら今月は8ポイント8ポイント、これはなかったことになかったことに今月は8倍で、今月が8倍で、まあ、もし今月間に合わなかった方、うん、来月は5倍でやってるので、すご、来月でも11月まで11月、そうです、10月いっぱいが8倍で、11月いっぱいが5倍になってます、うん、ありがとうございます。ね、結構そのポイントでさ、あのグローブ買ったりとか、うん、なんかね、アクセサリー物買ったりもできるので。そうですね、ポイントって大事、ね、うん、確かに。ポイ活しましょう、みんなでポイ活しましょう。村子でしょ、村子、村子でポイ活。はい、ということで久しぶりの村さんでしたけど、紫スポーツ本当にもうね、どんどん牛仕様に変わってますので、遊びに来てみてください。今回からあの田中さっちゃんとやってる村ちゃんは、私のね、フーズ TV の方でこれから引っ越して、さっちゃんと一緒に、まあ、アップをね、動画アップをしていくんですけど、今までのさっちゃんといろんな、北海道もそうだしね、はい、いろんなとこ行って動画作ってきたので、概要欄にリンク貼ってありますので、そちらからまだ見てない方、そちらぜひチェックしてみてください。さっちゃんの SNS、インスタとかも概要欄にあるので見てください。見てください。じゃあバイバーイ。二人で村ちゃん、パパとママと村ちゃん、村ちゃん大好きなこと、村ちゃん、When I think about the way we used to be.